何かを取るかもしれない。これを取るかわからないですけど、何か。ブリデンとか U ターンします。あるいや、いいよ。やったのはいいけど、俺だって一言言いたいことあるんだわ、うん。なんで俺来てから何回もあれだな、口がかわしくって言ったんだ。言っても治らないんでしょ、だって。出してくれる？何かを取るかもしれない。これは取るかわからないですけど、何か、うん。よろしくお願いします。中ぶりでのところで U ターンします。水量感抜いとる。やってみたわ。水量感抜いとる。数えてないんだ。ほんで、多分これはほらチェックしてないと思うんだ。これどこまでチェックしたの？見積もり22日までのやつはやったんで。もうこれが一番最初に取りに行った分と、これ22日の分で取りに行った分と、俺分かるまで取ってきた分は。突っ込んでもらっていいですか？もう毛が突っ込んでます。23日の分は大丈夫？すいません。まあ、これ関係ない。ああこっちは関税したやつは関係ない。これ22日も数えたんで大丈夫。お父さんすごい張り切ってます。数えてないの？テープ貼ってないですか？階段は？階段何個？階段はこれ1、2、3、4、5。階段どこだろう？階段ってどこ？目が見えへんだ。階段。俺も305？うん。老眼だろうが。老眼じゃなくてこれ一緒だ。お前ちらっと聞いたけど何やったんだお前。嘘つけばほんで次どれ行く？どれ行く？これサブ行く？ギブのやつは綺麗だもんね。だけどこれも土がついてるだけで結構洗ったら綺麗なんですよ。カワスバーッと洗ってこうやって置いてたわ。綺麗やつも全部これ真っ黒だったんだよ。これあ、ほんでこっち置いてあるんだ。そうそうそう、カート置いておくとこれみんな雨で当たって綺麗になって綺麗になってくんだって。へぇー、洗浄機あるし。で、あいつら洗浄機さ、あのとこ一時期めんどくさいでやれなかったのと、俺ホース買ってみてここでつなげるようにしちゃったんですよ。ああ、そうです。向こうからあそこだけホースバンと変えて、いちいちあれだとめんどくさいじゃない。あいつらこうやったらもう使いっぱなしほったらかししとるぞ。はいはい。で俺ここに置いてあるとケースマジでこれ嘘だったなんて。ここ使ったら使いっぱなしで他ってくもんだよ、あいつら。誰が使ったか知らんけど。なんで元気なの？なんか岡部が元気なかったこの間。あれでしょ、ただあのなんだあれ、入れ歯つけてなかっただけでしょ。違う違う、なんだ。いや本当にここら辺がものすごい痛かったお前に。会社来たおしゃべりとっても声が鳴ってさ、体調悪かった、うん、本当に。ただサボっとダメだろ。体調全然元気そうですね。あったらいや元気はあるよ。だけど頭痛かったもんさ。そうです。もうこれよくねえな。雨降っとった朝、うん、朝降っとったもんね。めっちゃ降ってましたよ。朝降っとったら来たくなかっただけだろ。半分はな。心配して損したな。いや岡部が、うん、体調悪い。俺行った時あのもう偉くてさ、ちょっとまだ12時だけど、ほんと綺麗にしなくても、あれじゃん、今8時まで仕事しようと。いや、いいよ。やったのはいいけど、俺だって一言言いたいことあるんだわ、うん。お前あんまりこれ付け口するの嫌なんだけど、仕事するの朝やのいいよ。忙しいで分かるけど、うん、ペットボトルの飲んだやつあっちこっちに転がったら、またひどいの知ってる、うん、と、現場で証明するだろう、うん。ペットボトル入れるだろう。それほったらかしちゃうんだぞ、こんなところ。俺何かなと思ってさ、お茶が入っとるなとパッと言うからしょんべんだから。やだそれ。何個も転がっとんだぞそういうやつが。そうはいや言っても一緒。ほんであれらに言うんだ、いや俺らはやってない、日本人はやってない、ベトナム人だってみんなベトナム人に稼げてんだぞ。言っても一緒だったらもう言わんでいいじゃん。ほんで言うんだからもう俺片付けするのバカバカしなって最初やっとったって一緒かな。誰かが片付けることから。いや分かるよ。じゃあ作業しとるんだよ、ね。まあ、それは分かるよ。まあ腹立つのは分かるけど、まあ言ってやってもやっても追加で、ほんでまだひどいの知っとる？言うしかないよ。言ってもいいか悪いか別として、まあ、あいつはもう割れとるもんね。分かる分かる。それは分かるよ。そういうこと言い出すと気になるもんね。それ繰り返しよ。分かるよ。10年経っても治らないよ、どうせ。分かるけど、俺も今最初先生やっとったんだよ、一緒に。そうね、全部治ったら俺儲かってしょうがないもん。それはみんなじゃん。それはじゃあ美容でも誰でもでしょ、うん、営業でもそう、うん、同じことやるんだ、うん、やったっとんだけど15年やってもずっと同じことやるんだって。
いやそれでもそのためにおるんだから、まあ、じゃあひどいのは分かるよ、うん、いやそれも1分か2分で済むことだから、そうそう、だって言うしかないよね、うん、言わんと俺に言ったってしょうがない、俺は言わない、いやほんで俺も賞とかやつにお前らちょっとこういうことで言わなあかんとって言ったら、うん、はいはい分かりました分かりました、うん、そのまんま、うん、そうなんでしょ自分たちの、はい、いやいやいい、なんで俺来てから何回もあれだ口やかわして言っても治らないんでしょ、だってみんな40、50のおっさんったらいいけど若い子たちなので、そのために補佐をいるわけでしょ、日中の時は結構うるさいじゃん、あいつ結構細かく、うん、細かい切れ好きじゃん、あの子、うん、どっちか言うと、うん、で、ショーとかリュウジとか、うん、あいつらだらしがないもんでやれへんもん、事務所民はわかるでしょ、うん、あんな状態、ね、で、ためよりあんまり目に余ったもんで事務所のやつも片付けたっとんだペットボトル、それでもまた幸福に汚すの、まだ昼休み知ってるから、ゴミ、自分で作るゴミあるだろう、うん、ゴミをゴミ袋はいいよ、入れるの、うん、片付けるのがいいよ、うん、ここ入れええが、うん、入れずにここ置いてくんだぞなんでそんなことやるの、このまんまもこたつそのまんま持ってきゃ1分で済むこと、お前技を置いて誰が片付けると俺が片付けてやらなかった、まあ そ, ね、それやらなかった、めずくさいよそれ、うん、余分な仕事だわ、うん、まあそうだね、おう言っても一緒も言うしかないよね、言い続けるしか、もう最近言ってもいい、俺からしたらその15人に、まあ、20人やから、うん、音も含めて20人の足場班ができてないだからな、うん、まあな、音が合ってるから向こうが間違ってることは関係ないからね、俺からしたら20人全員が悪いからね、そんなしまあな、そこまで言うと俺も言いかせんけど、だから誰かが言うか、うん、いや俺はショーもリュウジも言えんなら、音が言うか、音も言えんなら、あんた誰、寺道が言うか正確だわ、要はリュウジとか、あんたの旦那さんも悪口言いたくないけど、これはよく言いたくないんだけど、見たらわかるでしょ、未知の時は事務所の中でも経理しとったもん、だから性格なんだ、確かにちょっとこれはみっともないな、靴もふわーって、もう捨てやこれ、こいつどれやつマジ聞いたんだ、こいつらこいつらよ、もう文句俺にばっかり言ってもしょうがない、ね、連帯責任言ったんだすっごい激怒です、激怒です、お父さんはあんまりお前にブチブチ言うのも嫌だけど、ワイヤーとかワイヤーとか大事なワイヤーや、アマザーシなんて龍二も勝利も言ったんだ、これお前らの命かかったで、この先食ったら中に芯があって油がなくなって、お前らにぶつん切れたらお前死ぬぞって言ったんだけど、うん、今だってあいつだ、何回でも俺注意しとんのあいつだ、片付けたらこういうのが怒るじゃん、うん、怒ってあります、いや別に怒ってないよ、音が悪いって言ってるわけじゃないけど、足場班全体の話だね、それは言うんだったらもう片付けだって、いや片付けとるって俺、うん、今また片付けとまたああそうするんだ、片付けたらいたちごっこ俺と、まあ、そんなもんよ、俺も15年間ずっといたちごっこしようしょうがない、そんなこと言ったってもう分からんじゃないけど、ちょっとずつ成長していくしかないでしょ、音でも20代の時はそうだったでしょ、いや俺さあ50、60だね、いやいや70だね、いやいや俺いお前に言い返すわけじゃないけど、俺若い時に職人の親方にブチブチ言われたで、そういうことをきちっとしとった、あ、うん、自分の周りのこういう自分が作業するとききちっとして、だけど職人人殴って問題になるってやらんからだから俺自分がちゃんとやったのにやらんから、元受け側職人ぶん殴って俺お客さんってあんたが小林さんの息子かって何回も現場で言われたことあるぞいや全然あんたは違うなって優しいなあんたはって言われて、あいつらバカだもん、あいつら言ったことやらんもん、だってもうそうなの、30の時はずっとバカって、俺以外は全員バカって言い続けとるから俺との違いなの、俺はその人たち使って足場ずっとやっとったからだから分かる、もうその人たちにそれ求めないもん、俺が求めすぎるんだ、いや自分と同じことを求めとるんじゃないの、いやもうそうだな、ね、うん、俺もじゃあ音に俺と同じ求められたら困るでしょ、まあな7時なので勘弁してくれてなるでしょ、そうだから音が悪い人じゃないよ、あいつらが悪いんだよ、もちろんあいつらが悪いんだけど、だけどこの状態をもうほっとくのか、まあ、音はできないのか、まあ俺一人では無理だよ、それ言い続けるしかないよね、俺が言うとなんかあいつら変な腰上がる、あ俺が選んでから、いや分からん、関係ができてないんじゃないの、うん、関係ができてないんじゃないの、うん、それは自分の胸に手当てたら分かるじゃん、俺は分からん音とその足場の関係は知らんから、まあ関係はあんまりそうそうそう、いい風に思われてないよな、俺はそうそう、だって俺もだってじゃあいきなり知らんやつがバーッて来て入ってきて、さあ YouTube のコメントで「ドバ汚ねえわ」っていきなり知らんやつがおめえに言われたらいいかなるでしょ、だからその関係性でしょ、
お父に言われたら、ああそうかってなる。俺とあいつらの関係はあんまり良くはないよ、はっきり、絶対そうだと思う。反感持ってるから、なんで反感持ってるからね。まあいいですか、もうだいぶ愚痴は吐き出した。もういい、もう納得した。わかるんだよ、あいつら一生懸命朝早く来てさ、やるの。はい、じゃあそれでは、はい、膝置き場、はい、足場の買い取りもね、今ちょうど動画になってると思うんですけど、資材買い取り結構ちょこちょこ来て、こうやってね、来てくれて、はい、まあ入れ替えでずっと1週間に1件、2件ぐらい来とるかな。おちょこちょこ来とるな。確かに、うん、来とるんで、ぜひ買い取り、はい、まだどんどん買い取りしますんで、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。お願いします。せーの、はい、またねまたねお前もだってお客さん分だよ、お前も盛り上げろよ。またねお前もだろ、こっちは暴れいけえままやっとんだぞお前。